こんにちは、ザッピーです。今回はちょっと小ネタなんですけれども、ディープパープルのリードボーカルの人でイアン・ギランっていう人がいましたね。その人がジョン・レノンのことを思い出して語ってるインタビューがあったんですね。珍しいかなと思ったので取り上げたいと思います。ディープパープルは有名なグループですけれども、割とビートルズのことをそんなに語ってるっていうのはあまり見かけないですね。僕も具体的にディープパープルには詳しいわけでは全くないです。もちろん何曲か有名な曲は知ってますけれども、追いかけてるタイプではないので、僕自身が単に情報を知らないだけなのかもしれませんが、そこはお許しください。ということで、どんなことを思い出してるかというのをここでご紹介したいと思います。こちらです。はい、イアン・ギランという人はこの人ですね。はい、若い頃の写真ですね。知ってるところですと、スモークオンザウォーターとか、それからライブインジャパンっていうのがアルバムでありましたね。その頃のボーカリストだったと思います。で、全盛期を担った人の一人でしょうね。この人とかデビッド・カバーデルっていう人のあたりが、割と全盛期に当たるのかなと。一番こう盛り上がってた時期なのかなと。僕は知らないんですけどね、そんな気もしてるんですけど、どうなんでしょうかね。で、この人はどんな風にジョン・レノンを語ってるかっていうのをご紹介したいと思うんですけれども、2020年のインタビューなので、ほんとごく最近なんですよね。かえって面白いですね。で、シンガーとしての技術的な話をするんじゃないと。個人としてのボーカルの表現力のことで、ジョン・レノンはジョン・レノンなんだと、彼は個性なんだと、そういうことなんでしょうね。で、非常に多くは最初の頃は自分自身を確立できないと。やっぱりどんな風に歌っていいかとか、どんなボーカリストとして自分がやっていくかっていうのはなかなか見つけられないっていうことなんでしょうね。で、そういうやつは自分の声を理解しながらキャリアを積んで自分自身を見つけるわけだと。だん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 自分の声がどんな風に聞こえるかっていうのを客観的にも聞かないとならないし、ライブも積まないとならないと、ね。で、ジョンは最初からジョンだったと。これはよくわかりますね。全くその通り。で、彼は個性、性格、そして社交的な性質でもあったと、ね、いうことで。で、彼の個性がビートルズそのものになっていると思ったと。マッカートニーとブレンドされた音はまさにそれだ。でも、ツイスト&シャウトで彼のリードボーカルを聞いたとき、彼が本当に感情を揺さぶったのはこれが初めてだったけれども、彼は最高だと思ったと。でも、ツイスト&シャウトで最高だと思ったということは、本当最初の最初ですよね。ビートルズが世に出た最初の最初で最高だと思ったと、で、彼は素晴らしいユーモアのセンスを持っていた。彼は時に雑な面もあったが、いつも聴いていて楽しかったというふうに語っていて、初期の段階からジョン・レノンの大ファンだったわけですね。一つね、思うのは、ジョン・レノンが最初からジョン・レノンだったと、もう確立されていたというふうに感じるわけでしょうけれども、それは全く僕も同感です。ただやっぱりそれはね、僕は多少ちょっとね、考えるのは、そのジョンであってもですね、やっぱ最初キャバーンとかハンブルグでその表に出てくる前にですね、強烈な回数のライブをこなしてるわけですよね。何百回ってやってるわけですよ。だから、そういう何百回っていうライブがもうとっくに出来上がってるボーカリストでもあったので、突然世に出てきてすげえボーカルやるなっていう風に聞こえたとしても、もちろんそれは驚きではあると思うんですけれども、裏側を知らないと、こいつは最初からすげえんだと合点しやすいとは思うんですね。もちろんジョン・レノンだから最初からすごいんですよ、もちろん。ただ、その最初からすごいジョン・レノンが実はとんでもないライブをこなして出てきていたということで、余計に誰も追いつけないというふうなボーカリストではあったんだろうと思いますね。実際に僕もですね、初期のビートルズのジョン・レノンのボーカルっていうのは、大げさに、自分なりに大げさに言ってしまうとですね、あれこそが史上最高のボーカルだと思ってしまうのが結構ありますね。ツイスト&シャウトもそうですけれども、バラード歌わせても、本当あの頃のジョン・レノンにかなう人なんていないと
いうぐらい、もう若さの中に、まあ、艶があって大人っぽさがあって荒々しさがあって、まあ、僕にとっては史上最高のボーカリストの時代ですね。やっぱりね、ジョン・レノンのすごいところってこういうふうにハードロックボーカリストですよね。本当に典型的なハードロックボーカリストでシャウト型の人なんですけれども、だけどそういう人に対してもこう影響を与えるエッセンスが多いんですよね、彼はね、ジョン・レノンは。ロックンロールでもハードロックでも同じように影響を与えられてしまうわけですね。本当に幅広い影響を与えましたね。まあ最後にね、マッカートニーとブレンドされた音っていうことですけれども、まあこれが結果的には、まあそうですね、ジョン・レノンのボーカルをなおより一層ね引き立てたのは間違いないことなので、まあビートルズの色というんでしょうかね、艶になった部分でもありますよね。でもポール・マッカートニーを今度逆に語ると、この部分っていうのが同じようにクローズアップされるわけなので、イアン・ギランに影響を与えていたっていうのは、まあ個人的にはね、とても嬉しいですね。そのくらい幅広い影響があったんだっていう、まあ証明でもあると思いました。失礼します。